はい、こんにちは。UMM の菊チャンネルです。今回は、農繁期シーズンを終えた中古農機市場で注目された商品、よく売られたトラクターのシリーズ、そして価格が高いランキングトップ5を紹介していきます。トラクターのシリーズについては、中古農機市場でも活発に流通しているあのメーカーのあのシリーズがラインナップしています。流動性が高い商品は、非常に中古商品としての価値が高く、高値で売れたりもします。ぜひこの機会に、どんなトラクターが今人気なのかをチェックしてみてください。また、前回挙げたトラクターのランキングシリーズも、概要欄に貼り付けておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。UMM 中古農機市場の中で、一番見られているのはどの商品なのか、たくさんのユーザーの方に見られ注目度の高い商品をランキング形式で紹介していきます。まず第5位は伊勢の TH22F です。こちらのトラクターは使用時間が247時間で価格は66万円です。インターネット上に出ている商品の平均価格は約88万円です。装備や年式、使用時間なども関係してくるので一概に相場を出すのは難しいですが、使用時間は300時間を切っているので、とてもお買い得ではないでしょうか。20馬力帯のトラクターは、新規就農者やハウス栽培をされている方にも大人気です。補助金などを活用してお得に購入してみるのもありです。ぜひチェックしてみてください。続いて第4位は、ヤンマーの EF220 です。販売開始時期は2004年と約20年前近くに発売されたモデルです。使用時間は832時間で価格は70万円です。ヤンマーの EF シリーズは中古農機市場でもとても人気です。ある程度使用時間があっても割と高値で取引されていますね。インターネット市場ではおおよそ70万円台での取引が多いです。しっかりメンテナンスがされていて、すぐに乗り出しができる商品であれば、多少相場よりも高値でも購入すべきです。農業機械は不具合が発生しやすい乗り物でもありますので、安心できる整備士の方がいるお店を探してみてはいかがでしょうか。UMM では数多くの農機具販売店がいて、その中に技術力に優れた整備士の方も多く在籍されているので、ぜひチェックしてみてください。そして第3位は、クボタの KB23 です。ここまで20馬力のトラクター、いわゆる小型のトラクターのラインナップが多いですね。KB23 は使用時間が390時間。販売価格は88万円です。年式は先ほどのヤンマーより少し新しく、2009年頃に発売開始となっています。KB シリーズは小型トラクターを中心に16から23馬力のラインナップがされており、細かな用途に応じて選ぶことができます。インターネット上の流通金額の平均価格は95万円ほどです。UMM にはたくさんの商品が出品されているので、ぜひこれ以外にもクボタの製品をチェックしてみてください。そして第2位は伊勢の TM17 です。新規就農者やハウス栽培の農家だけでなく、畑の管理用としても購入される農家の方から人気が高いモデルです。畑にマルチを張る作業など、そこまで馬力を要しない作業などにも重宝されます。また、この20馬力周辺は海外でも大人気な大きさで、日本の技術力と小回りの良さから絶大な支持を得ています。新車を購入するときに、ぜひ中古商品も比較対象として考えてみるのも今の時代に合っていると思います。伊勢 TM17 は使用時間が628時間、販売価格が35万円です。ぜひチェックしてみてください。そして、栄えある第1位は、クボタの MR87 です。いきなり馬力が上がってしまいましたが、使用時間は220時間、販売価格は550万円です。離農される方が増える一方、現在農業されている方はどんどん農地を広げ、大規模農業が進んでいます。トラクターも1台あれば良いものではなく、畑の中で様々な作業をするので、複数のトラクターを持っていると、それだけでも作業効率が上がるそうです。
使用時間が300時間未満の商品なので新車に近いですし、トラクターの寿命は馬力かける100時間とも言われていますので、このトラクターの寿命まではまだまだ余裕で使用できます。販売年式も5年前の2017年と比較的新しいモデルなので、注目度の高い商品となりました。導入を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。それでは次によく売れたトラクターのシリーズを紹介していきます。各メーカーが様々なトラクターシリーズを出していると思いますが、モデルによっても特徴があり、人気度も異なります。よく売れている商品は中古市場でも活発に流通されていることから、お得に購入することができたり、買い替えの際には高く買い取りをしてくれる可能性もあります。買い替えなどを検討されている方はぜひ UMM まで問い合わせてみてください。それではよく売れたトラクターシリーズの第5位から発表していきます。第5位は三菱の MT シリーズです。三菱の MT シリーズは96年頃から販売開始され、2002年から2004年頃に生産終了されています。ラインナップは幅広く、小型の16馬力から大型の90馬力程度まであるそうですが、中古市場でよく見るのは20から30馬力帯ですね。クボタ、ヤンマーに比べると流通量は少し劣りますが、三菱しか乗らないみたいなコアのファンの方や、長らく続く信頼性なので今でも大人気なモデルなんです。三菱は車も人気ですが、アウトランダーが発表されてからまた三菱全体もかなり盛り上がっているイメージがありますよね。年間の売上目標が数ヶ月で達成されたくらい人気な車だそうで、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。続いては同率第3位を紹介します。第3位はヤンマーの EG シリーズ。ヤンマーのトラクターの歴史は1963年の YM シリーズから始まり、今もなお日本のみならず海外でも大人気のメーカーです。 EG シリーズは2006年に発売が開始され、国産初の電子制御無段変速搭載トラクターとして発売されたそうです。停止状態から最高速まで変速ショックがなく、スムーズな走り出しが特徴的です。今では無段変速も当たり前になってきましたが、当時では画期的な技術で、発売から年数もある程度経っていることから、中古市場では活発な取引がされています。お手頃な価格で高品質なトラクターということもあり、非常にコストパフォーマンスが高いトラクターシリーズなのではないでしょうか。愛用されている方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄に感想などお寄せください。EG シリーズは2015年の YT シリーズが発売されるまで愛用されており、2009年には EG441 が発売されました。世界初の高効率無段変速のトランスミッションが搭載され、徹底した乗り心地と低燃費が最大の特徴です。続いて同率第3位は、クボタの GL シリーズです。クボタは1947年に耕運機を開発してから、今では世界シェアトップ3に君臨し、日本や東南アジアでは圧倒的王者に位置します。そんな GL シリーズは1990年に発売が開始され、98年の GL600 が生産終了まで圧倒的人気のモデルでした。中古市場では30馬力以上のトラクターの流通量が多いです。発売から20年も経っているのに、それでもなお農業地帯ではよく見かける車種なんです。メーカーからの部品供給もすでに終わっているはずなのに、これだけ流通しているのは今でもちゃんとパーツなどが出回っているんですかね。すごいです。GL はグランウェルの略で、その後出たのが KL シリーズ、キングウェルが有名です。2位と1位にはどんなシリーズが入ってくるのかが楽しみですね。それでは堂々の第2位。第2位はヤンマーの AF シリーズです。あーはいはい、 AF ね、という方もいるかもしれません。それくらい有名です。だいたい農機具店の倉庫に行ったら1台以上は見かけますね。なんでこんなに人気なんでしょうか。操作性がいいから。ぜひ皆さんの感想もお待ちしています。コメント欄までお寄せください。 AF シリーズは96年の
AF330R を皮切りに、エコトラという名称で一気に広がったのではないでしょうか。2000年代に向けて、世の中は省資源、低燃費など環境性能が整ったトラクターを求めるようになり、まさにエコトラの時代となりましたね。AF330R は、耕運作業が早く、従来の 1.4 倍ほどの能率アップを実現しつつ、燃費も 10から30% 低減させたそうです。昔は手作業で行われていた農作業に、どんどん革命が行っていた時代でもありますね。そんなエコトラの原型となったのは、89年に発売された F535、エンジン回転を制御するシステムを機械式から電子制御に変更し、低速時のエンジン負荷を向上させ、トラクターの性能を飛躍的にアップすることに成功させたそうです。この頃からすでに高効率時代は始まっていたんですね。そして栄えある第1位は、やはり、クボタの KL シリーズです。KL が出ればすぐ売れてしまうほど安定して人気のある車種です。先ほども説明しましたが、KL はキングウェルの略称で、99年の KL21 からその歴史が始まっています。生産はすでに終了していますが、見た目も現代的で非常にかっこいいですよね。キングウェルシリーズは、グランドキングウェルやゼロキングウェルシリーズ、キングウェル50シリーズなど、KL シリーズの中でも様々なラインナップがあります。さすがに私もそこまで詳しくなく、ぜひクボタのトラクター、我こそは、という方がいらっしゃいましたら一緒にお話ししませんか。エンジンの排気量や高出力のニーズに対応したシリーズで、性能が良くパフォーマンスが高く発揮できるシリーズが、やはり中古市場では人気のようですね。次回のトラクターランキングシリーズでも1位の座を保っているのかが楽しみです。それでは最後に UMM で販売された価格が高いトラクターランキングトップ5を紹介します。トラクターが一体いくらするかわからないという方も多いのではないでしょうか。この機会にトラクターを導入するには一体どれくらいの費用がかかるのか、農業を継続するにはどれくらいの設備投資が必要になるのかもわかるきっかけになれば嬉しいです。価格が高いランキング第5位はクボタの M1010 です。価格が高いので基本的でかいです。100馬力を超えてきますね。M1010 はクボタのワールドスペシャルエディションとして発売され、大規模農業を低コスト化するためにリーズナブルな価格帯で導入できるシリーズです。そうです。リーズナブルなんです。トラクターは動いているだけでお金を稼いでくれるんです。街乗りの燃費の悪い超高級車とは違うんです。1000万円手にしたら、高級車かトラクターどちらかを買おうかと思います。ここまで来ると、能率性の高さは当たり前で、いかに快適かつ、インターネットで農業全体の生産性を管理できるかにもなってきます。日本は欧米に比べると土地が狭いので、大規模での農業も地域が限定されますが、先日行った長野県でもちらほら走っていましたね。トラクターツアーをいつかやろうと思います。皆さん、自慢のトラクターぜひ紹介してください。続いては、同率3位です。3位は、またしても、クボタの MR シリーズ、MR97 です。お値段はなんと、660万円。クボタのレクシアシリーズとしても有名で、一度、UMM 農機具チャンネルでもレビューしたトラクターです。気になる方は、概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひそちらからチェックしてください。そしてもう一つ同率3位はヤンマーの YT470 です。販売価格は800万円で、新車価格は約920万円。やはりヤンマーといえば YT シリーズですよね。見た目も性能も申し分のない圧倒的人気車種。現行機種のモデルでもあり、2013年にコンセプトトラクターとして発表され、2015年より販売が開始されました。YT シリーズはキャビン容積を広く設計されており、YT470 は従来製品と比較しても 30% ほどアップしているそうです。高効率と快適性、
デザイン性、すべてを兼ね備えたトラクターです。続いて第2位はヤンマーの EG105。 人気シリーズでもランクインした EG シリーズで、 EG プロシリーズの中でも最上位の機種です。販売は2011年で、新車価格は860万から1100万円です。通常モデルだけでなく、当時需要が高まっていたハーフクローラーのモデルもラインナップされています。デザイン性では YT トラクターの方が目が引きますが、YT よりも綺麗な赤色が非常に目立ちますし、やはりヤンマーはかっこいいですね。そして価格が高いランキング堂々の第1位は、やはりジョンディアの JD6105 です。販売価格は950万円で、新車価格は約1500万円と、もうトラクターでもありながら家ですね。このジョンディアは前回のランキングでもラインナップされており、ジョンディアの最新機種は中古でなかなか出回らないので、UMM や他のサイトでも見つけたらぜひチェックしてみてください。ジョンディアはヤンマーが日本の代理店を行っているので、気になる方は近くのヤンマーディーラーへお問い合わせください。ヤンマーの最新機種についても別動画を上げているので、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。今回は、農繁期が一段落落ち着いた中古の機市場での売れ筋商品を紹介していきました。円安や原材料の高騰など、日々悩みも絶えないですが、毎日スーパーに行けば美味しい野菜やお米などがどこに行っても購入できる、日本はやはり農家さんあってこそだと感じました。私も30代に差し掛かってきたタイミングで、毎日栄養を考えた食事を心がけているんです。皆さん、美味しい食事をありがとう。今回の動画が良ければいいね、高評価をお願いいたします。年内1万人行くまで頑張りますので、ぜひ皆様のお力お貸しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。